大木島は東京湾にある神奈川県川崎市川崎区、大木島並びに横浜市鶴見区泉島に属する埋め立て地である人工島。面積は川崎市側が3.96平方キロメートル、横浜市側が2.76平方キロメートルである。重要な港湾施設があり、他国船舶も停泊するため、国際テロリズムを防止する会場における人命の 安全のための国際条約が適用され、関係者以外の立ち入りや島内部についての情報公開は厳しく禁止されている。北を京浜運河に南を東京湾に面した人工島である。中央部を東西に首都高速湾岸線が通過しており、また東大義島から別に橋がかかっている。一帯は JFE スチール東日本製鉄所京浜地区や 石油の備蓄基地などがある。他国と物資のやり取りを行う重要な港湾施設が設けられており、国際条約に基づいて国際テロ発生のリスクを排除する必要があるため、上陸可能な人物については厳格に管理されている。島内中央部を南北に地会が貫いているが、地会南端は同一地点に川崎市裁南端と横浜市裁東端が位置する。 珍しい場所となっている。当地はもともと海であったが、景品運河の改作にあたり、浚渫された土砂を景品運河の定外であった当地に捨てた結果、さすが形成された。そして、昭和初期には大木島海水浴場へと発展した。この時点では、埋め立て地としての造成はを行われなかった。その後、1958年には、 日本交換の原料置き場として整備が行われた。日本交換景品製鉄所は工場群が10カ所に散在する状態で、そしてそれぞれが市街地に存在し、配置も合理的ではないことから、公害対策や生産性の向上を図ることも困難となっていた。こういった状況を一気に解決するための手段として、大木島を埋め立て拡張して、 生産拠点をそちらに統合するという、扇島計画が1969年3月に策定された。公害防止協定が1970年12月に締結され、また埋め立て許可に関わる漁業権交渉は東、扇島や大国府等と一括で進められ、1971年12月に埋め立てが免許された。埋め立て予定の海域は、 水深が平均10メートル、最深部では16メートルあり、またシルトが堆積する軟弱地盤と条件はあまり良くない地であった。その中でも千葉県富津市の浅間山から1日あたり10万立方メートルという土砂を運び、また堆積したシルトを取り除かず、上に土砂を均等散布することでシルトを固めるという後期や土砂の縮減、環境汚染の防止を図った。 サンドマット工法を採用したこともあり、当初は5年かかると見積もられていた埋め立て工事が3年9ヶ月で終了した。これらの土木工事に対し、1975年には土木学会技術賞が授与されている。また、首都高速湾岸線に用地を提供したほか、山土で埋め立てたという環境の中で、130万平方メートルが緑化されている。埋め立てと並行して、 製鉄所の整備が行われ、1976年11月には第1航路の火入れが、1979年7月には第2航路にも火入れが行われた。それと前後して、従来の地区にあった7つの航路は、1978年12月までにすべての火が消えた。また、隣の東大島と連絡する。 長さ620メートル4車線の大木島大橋も架けられたが、この橋の中央部184メートルは、日本港貫地震の清水造船所で組み立てられ、完成した1210トンの橋桁を直接、仮設するという工法が取られた。大木島の名は、大木町の沖合に位置することに由来する、あるいはできたさすが線形であったことからの自然発生的な故障とされる。 会場における人命の安全のための国際条約で定められた重要な公安施設があるため厳重な警備体制が敷かれており JFE スチール主催の見学会などの非常に限られた場合を除き関係者以外が島に立ち入ることはできないまた見学会では所定の控室を除いて写真撮影が禁止されている許可なく上陸すると刑罰が課せられるとともに 国際条約にも抵触する可能性がある。ありがとうございます。